はい、先日の菅総理が8人の、ね、有名人芸能人となんか忘年会みたいなことをしたことによってですね、かなりバッシングが広まって自民党内でもいろんな忘年会が中止になってるみたいですね。これね、中止するのはいいんですけども、飲食店さんに迷惑がかかってるってことをよくね認識すると、そのキャンセル料はきちんと払ってほしいですね。うん、やっぱり店舗で予約を受けるっていうのは、食材の発注ってギリギリにする場合もありますけども、ある程度ね1週間前とかに発注かけるわけなんですよね、在庫と調整しながら。でシフトも組むわけじゃないですか。でコースメニュー作ったりとか、それから食器をね、洗い直したりとか、もうそういうふうなことを込みで予約を受けるわけですよね。それこそクラスターが起きちゃいけないっていうので、今の時期でしたらものすごく細かく衛生管理とかしてると思うんですよ。でその中で中止ね、まあもちろん中止はねもう致し方がない部分もありますけども、その全部を中止にしないといけなくなったようなきっかけっていうのは何なのかってことなんですよね。やっぱり自民党の皆さん、このね一部の方だと思いますけども、責任を痛感するばかりではなくて、やっぱりね実質的な弁償しなくてはいけないんじゃないかなと思うんですよ。でまあ、そもそもねこれっていうのも、例えば12月に入って感染状況苦しくなってきたから、 GoTo なんとかっていうのをね中止するかどうかの前に、第2弾のね定額給付金、これを全国民に一律給付する、その上で忘年会やりましたっていうんだったら、いくばくかね怒りの矛先は変えれたかもしれませんよ。だって普段から引き締めするわけでしょ、経済金融引き締めてもう金利もつけずに、全然銀行預けても儲からないみたいなことをね国民に強いといて、で税金も上げる、国民の生活はどんどんね、やりにくくなる、窮屈になる、その上で無茶なね、政策ばかりを推し進めて、でひどい目に遭わせてきたわけですよ国民を。それはね、そんな中でおめえらだけ食ってんじゃねえよみたいなことは想定できるじゃないですか。でしかも有名人様とね飯食うわけでしょ。何なんですかね。それこそね、王貞治さんとか杉良太郎さんが嫌いではないですけども、じゃあそのね東京にいる派遣切りに会った人とかね、シングルマザーの方を一組でも呼んで、で忘年会やってみてくださいよ。本当の国民の声そこで聞けると思うんですよ。そしたらね、忘年会やって浮かれてる場合じゃないんですよ。忘年会をやるんだったら、それこそね都民の一人でも二人でもね、普通の人ですよ、呼んでみてください。年収100万以下の方募集とかね、年収200万以下の方募集とか、一人親世帯で5万円受け取った方、その5万円を使いに来てくださいみたいなキャンペーンとかをやるとね、これはなかなか国民目線なんじゃないかなと思いますよ。どうですかね。まあ私のねむちゃくちゃな考えですけども、私が菅総理の立場だったら、その金持ちばっかり集めて宴会するんじゃなくってね、やっぱり今一つね、その生活の波に乗り切れなかったロスジェネ世代とか、一回も正社員になれずに、それこそね借金抱えてカードも作れない、自己破産しちゃいましたと、なんででしょうかっていう人の苦しみ悲しみを聞くための忘年会ね、それをやると思いますよ。まさにね忘年会っつって1年を忘れるような会にするんではなくって、しっかりと胸に刻むね、そういうふうな忘れないぞという意味の生活、国民の暮らしを忘れないぞっていうね、そう忘年会、そういう意味での忘年会にしてほしいなと思いますよね。まあいずれにしても菅総理はじめ自民党のね、この各責任者の方、まあ、やっちゃいましたね。多分ね菅総理はねものすごくね革命を進める方だと思うんですよ。でそれに対して麻生財務大臣とかね、二階幹事長とか、あの辺の古株が邪魔してんじゃないかと思うんですよね私はね。で菅総理っていうのはどちらかというと、私いろいろ言いましたけども、やっぱり国民の暮らしをね立て直すために、ある意味痛みを伴う改革を、本当の意味でね、痛みだけではなくて、この改革の向こうには多分菅総理の思い描く国民目線のこれ、ね、統治があるんではないかなと思うんですよ。でそこにねやっぱりね、じいちゃま2人が入ってくるからややこしいことになるんじゃないかなと思うんですよ。そう、麻生財務大臣と、それから二階幹事長、この2人がねいなくなるだけで、どれだけね自民党は加速度的に良くなるのか、そして日本というのはものすごく進むのかってことが分かると思います。もうそれにつきますね。多分私はね、菅総理はやりたいようにできていない、その中でも無理をしてね推し進めようとしてるから、
いろいろと前後するところがあるんじゃないかなと思いますし、今回の GoTo なんとかっていうのも多分菅総理がねいきなり言い出したっていうのは、相談したら反対されて、その反対を押し切ってやるところまで力がないと思ったから、既成事実を最初に作っておこうと思って、まあ、それにねいろんな業者さんとか国民が巻き込まれたって形になったのかなと思うんですよ。まあ、私はねいろいろと申し上げましたけども、なんかね善意的に解釈ができるんじゃないかなと思ってるんですよね。皆さんどういうふうにお感じになりますでしょうか。それでは談志失礼します。